E のスパーキー。スパーキー。うん。ダイハツのアトレー成分と一緒です。うん。まあ、トヨタバージョンやね。うん。売ってる？売ってもう今。不安大切だ。今あるんかな。分からへん。でこれ何人乗りなの？今日見て思ってんけど。7人やな多分。3列目あることにびっくりした。いや7人やな。2。うん、7人やな、ね、7人3、2です。うん、で、ちょっと、まあいろいろなんていうかマイナス点も多いけど、うん、それもちょっと説明していきます。うん、まあとりあえず、車は現状渡しで、うん、で、この動画で見て判断で、コメントくれて、うん、買う人は買うてくれて、うん、いらん人は、まあ高評価だけお願いします。で、多分こう通った方が分かるかな。まあとりあえず天井がちょっと天井ムラムラと、うん、自分でね、弟のオーナーさん、うん、で多分この位置でピョーって塗ってるだけやと思うね。で天井の一番上も取ったわ。なんかバレもいいやん、うん、ちょっと吸ってるような感じやね。あ、うん、低いとこ行ったらこんなんなるってこと。うん、だからいつもギリギリのところに多分止めてるんやろな。ほんでスローダウンしてんね。えでなんかイージーフローダーみたいなのついてるよ。でとりあえずノーマルのスプリングは、うん、車に積み込んどくから、はい、うん、純正の方がええ人は純正で、まあ、タイヤとかはまだ去年かなこれ、うんうん、変えてるから良さそうな感じやけど、ね、エブリーとかの普通車版みたいな感じ。そうで、まあとりあえず運転席、あ、そこな、これが、うん、外からは開けれないんで、うん、中からだからチャイルドロックと逆バージョン子供は中から開けれるけど、外から大人は開けられるみたいな。まあこのドアだけやな。うん、うん、フロアマットかわいい。うん、まあ運転席、助手席はちょっとやっぱり、うん、で、ちょっと、ね、中がなんかいろいろ物を乗せてたので、ちょっと匂います。まあ船とか、あれしょとかガソリン、そうそうそう、ちょっとガソリンとオイル臭いかなっていう感じで、天井、うん、天井とかもちょっと汚い、うん、めくれてるところもあるし、肩いってるのが垂れてるところもあるし。あら、これすごいやん、エアコン。うん、めっちゃやん。うん、さ、今日動画で上がってるかな、エアキャタ。ああ、私の車が灯油こぼしてすごい匂いやったけど、うん、ないで、なくなった。うん、だから明日車持ってくるから。ああ、全然ちゃう。まあ内装ちょっとね、これ、うん、こういう車って多分あんまりあれかな、うんうん、ドア開けたらカチカチになります。ああ、これはもう、閉める時も、うん、だから装備はめちゃくちゃついてない、ね、鍵抜くわ、うん、そうやね、これ何？スノー雪ってこと？そうそう、多分スリップのこのファンのマークは何の？ファンは多分リアヒーターかな。これフォグやろ？うん、え、何これ？それリアワイパーちゃうかな。不思議やん、これ押したら動くの。うん、マジで？うん、ちょっとここもそうだから、これが普通や、昔の。え？みんなこう押すん？そうそうそう、初めてよ。この顔してる、うん、え？ここ一番便利やんか、とっさがさんで。ここ慣れて、ここ、私でもとっさにできへんや、やっぱりとっさはやっぱここが一番早い。そうなん？そらせ、なんかアメトークの旧車芸人でもやっとったけどさ、昔のってハザードたくん、あれめっちゃ難しいやろ、うん、で灰皿、うん、と、これもこのまま、うんうん、あ、シートベルトのランプもあんねん、うん、現状あれやから、うん、まあこういうのつくとか、うん、ランプがつくとか、これはもう現状で、うん、でも車検がまだ長いこと、うん、結構あるので、来年の11月まで、うん、うん、何これ、はぁ、これがよく潰れるから、うん、これ生きてるやつは生きてる、うん、そっちも生きてる、うん、生きてるな、こっちは使ってないから、綺麗、これ開けて、なんの、これがまたオプションの小物入れとかゴミ箱へ。これ前何やったかな、何かで売った時に結構何かであったな、うん、そういえば。
ETC もついてます、うん、まあオーディオとか使えるとか分かれへん。そうやな、うん、あ、あ、そうか、うんうん、ラジオは鳴ってました、うん、え？あ、これな。なんていうの？ほんで、ほんでパワーウィンドウは全部いけたけど、はい、後ろはここまでしか開けへんねん。リアドアが、あの、後ろ、いびつやから。あ、形がな。うん。まあ、この5人乗りにしたら、ものごっつい。何これ？灰皿。え？ちょっと待って、昔はみんなこんなんや、ドアの軽トラなんかでドアの横に付いとったりとか。これそんなふうに、ヘッドレスは1個ないから、うんうん、これ車検いけるん、うん、まあ1個だけなんか違うやつつけなきゃね。あ、それでもいいんや。でこれの、はい、まあ、欠点言うたらおかしいけど、はい、後ろにだから先乗っしゃらなあかんね。このレバーでビヨーンとして先に後ろの人を乗したって乗れるこれ。うん、辛いけど。せえへんかったら、わかる？ここに乗ってたら、うん、足が。うん。まあちょっと工夫がいる。それさようにボックスついとったんちゃうかな。うん。え、こっちは開けへんで。開くと思うけどな、それ。え？あ、それそっち開けへんか。多分なんか、うん、かな。カップホルダーと。あ、うん、あ、でもこれエアコンついてんのはいいわ。うん。でそこ引っ張ったらあれやろ、下がるんだ、こうやろ、うん、うん、え、引っ張ってもいかんの、うん、またこのフラットがまあ結構邪魔くさいかな。どうやろう、引っ張って、あ、まあ、いくんですね、うん、いいやん、これはそのままか。まあこれシートのところに全部説明書いとったんちゃうかな。あ、この辺とかな。え？でこれヘッドレスと抜いて、でまずこの背もたれを倒して、うん、でこれ多分一番後ろに背中があったかな。で一番ここ最後までして、でここにガバッと入るような感じ。うん、ここに開いてる。ここにもう一発レバーがある、ね、あ、これ。あ、さっきのやつか。うん、それひ、え、あ、いや、これじゃない。これやったけどな。じゃこのレバーやったけどな。これじゃん。この後ろのこの金具のとこやな。このオレンジやね。オレンジを引っ張ったら上に、めっちゃ重たいわ。そう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 。でこれで、でこのシードがここにバサッとやってフラットになるやん。ああ、え、ここでこう来た時はフラットやったよね。フラットやった。うん。あ、こんな感じだね。シード、うん。やっぱこれいいな、真ん中。うん、でこれは、うん、これもこれ取って、ヘッドレス外して、でこの横のやつを押したら倒れんね。横のオレンジ。オレンジ、うん、押したら倒れて、これを引っ張って、でうわこうバタン。で。この生地をつける前に、うん、なんかある、生地をつける前に、あ、こいつを中にしまって、で生地をつけたらこんな感じ。結構大差やろ、うん、これはスバルもあんねやんか、うん、スバルもあるし、まあ、エブリとかもあるけど、まあ、みんなこんなんやな。やっぱりフラットにしよう思ったら大変。プレマシーのフラットなんか余裕やん、それ思ったら、うん、これで、ボンネットを上げても、はい、エンジンがない、見えへん。あ、椅子の下？あ、そう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 。トラックとかと一緒。そう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 。まあ、ボンネット一回開けて。うん、一回開けようか。あ、ガラスと一緒やん。うん、それはもう
黒いつまみ、こんな感じで、ほんまや、だからまあハイエースみたいな、こんな言い方やな、こんな感じ、まあコーラントとか、ウォッシャー、ブレーキオイルで、エンジンルームがこれ、このシートちょっとペラッとめくと思ったら、うん、鉄の金具が出てくるんやか、うん、それ上に上げてもったらもう、はい、ああこれシート倒しとったら、あ、そうか、ああこんな感じ、ほんまや、うん、だからこうオイルの見るとこね、うん、ダイナム、うん、でそっち側も、入れるとこと、これはまあエブリとかあんなもん、あ、そうそうそう、あったシートを倒してたらちょっと難儀、こうか、うん、そうそうそう、バッテリー、バッテリーめっちゃちっちゃいよ、うん、でオイル入れるとこな、うん、パワーステ、こんな感じ、よいしょ、これできてんな、うん、一回クーラーコンプレッサー回ってクーラーは効いてる、うん、うん、あのパワーエアコン入れたら効き目が分かりやすい、これは多分で距離は、15万8000キロ、うん、うん、まだまだ現役でいけんねやろ、シートベルトランプもちょっと待ってよ、まあこれはもうだから距離的に言うたらちょっと検査が切れるまでの足とか、やっぱ乗らな、うん、まあ、あれやったら YouTube で車中泊とかの練習用の第1号みたいな感じやな、うん、なんか今こうやって見て思ったけど、トラックの整備とかをやってる人とかの練習でもいいよな、うん、そう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 、まあこんな感じやな、な、うん、あんまりやっぱダイハツの方がこういうのはメジャーってこと、うん、あちょっと前までやっぱり海外に行ってた、行ってた、行ってた、で、そう、これも売りまーす、うん、希望価格は15です、うん、15以上で、うん、まあ以上で、まあ15で、で、とりあえず、はい、メンヘン終わってから納車するような感じやね、うん、うん、なので、また決めない人とかね、コメントとか電話とかでもいいので、してください。で、業者さんで登録とかする人は、その業者さんにまあ直接送ったりとか、うんうんうん、まあ取りに来たりとかでもええし、うん、うん、で、他にも車とかいうのを最近上げてるので、他の動画も見てください、うん、チャンネル登録とこれお願いします。